SR-91 オーロラフライトシミュレーターで飛行するオーロラオーロラはアメリカ軍が極秘に開発していると噂される機体。最も有力な仮説では主力偵察機として使用してきたアメリカ空軍の SR-71 が1998年に全機体液し、それに代わる軍用機として開発され、現在はエリア51などで 実験的な運用、もしくは開発中であるマッハ5以上での極超音速、飛行が可能と言われる、戦略偵察機である。また、戦略爆撃機としての運用能力も持っているとも、言われているが、現在も確証に足る証拠は得られておらず、あくまで噂の息を出ていない。SR-71 ブラックバード、戦略偵察機オーロラ計画の疑惑が持ち上がったのは、 1990年3月にアビエーションウィークスペーステクノロジー誌が報じたニュースによるものであった。ニュースの内容はオーロラ計画という名称でアメリカ合衆国の予算申請が1985年に行われているというものであった。予算申請は1987年のアメリカ合衆国会計年度に黒い航空機計画。 として4億5500万 US ドルが調達されるということであった。なお、それは次世代軍用機のための研究開発ではなく、実機の開発や製作に至るものであることが分かった。しかし、アビエーションウィーク氏が入手したドキュメントによれば、ロッキード・マーティン社のスカンクワークスの元ディレクターは、オーロラ計画は、 新型の航空機開発に関するものではなく、B-2 爆撃機の開発のための、ノースロップグラマン社などに対する一部の資金調達のためのコードネームに過ぎないとして、ロッキード・マーティンはそれを否定した。技術者として、北海周辺のガルベストンキーで働いている、英国防空に主体のメンバーの一人、クリスギブソンは、 1989年8月に奇妙な光景を目撃した。彼の話によると、上空を KC-135 と KC-135 に給油される二等辺三角形を、した全翼機のような航空機、それを護衛すると見られる2機の F-111 を目撃した。この変態が見えなくなるまでの数分間、彼は、 彼の友人と共にこの光景を観察した。彼は、それは F-117 やミラージュ2000などではなかったと語っている。日東辺三角形の航空機は、ドーナッツ状の特徴的な飛行機雲を放出していたと語っている。変態は巨大なソニックブームを出していたから、見つけるのは容易だった。同様の光景は、アメリカ、ノルウェー、 オランダなどでも目撃されている。一連のような謎のソニックブームは1990年6月から1991年下旬にかけてカリフォルニア州南部で連続的に発生した。このソニックブームによる振動はアメリカ地質調査所センサーの220カ所のセンサーのうち少なくとも25カ所のセンサーが断置していることが確認された。 地質学者によれば、その振動の大きさは、6から1 0トルの高度を、マッハ6程度の速度で飛行するレベルであったと、見積もっている。また、ロサンゼルス周辺では、同様のソニックブームや、クリスギブソンによる、目撃例に似た変態が、1990年、初頭から現在まで、相次いで目撃されている。1995年1月にミリタリースペースは、 チェーニー国防長官は1992年に1機あたりのコストが10億ドルもかかるオーロラ計画を予算上の問題で中止したというニュースを公表した。また、それらの任務は無人航空機に受け継がれたという説もある。実際に1992年からオーロラと見られる航空機の目撃情報は減っている。また前述のようにオーロラ計画とは B-2 の資金調達のコードネームに過ぎなかったという意見もある。また、有力な説で、オーロラは、ロッキード・マーティン社などによって試作機が一機製造されたが、アメリカ空軍の運用条件を満たしていなかったことから、量産製造には至らなかったというものがある。しかし、 ポピュラーサイエンス誌2006年10月号はアメリカ空軍向けの予算で説明が全くされていない90億ドルがあることを指摘している。1997年にはエリア51に近いフェニックスでフェニックスの光が目撃されている。また最近はサンディエゴでオーロラと見られる目撃情報や謎のソニックブームが相次いでいる。による 推測オーロラの三面図、ありがとうございます。